モンスターバースは、レジェンダリーエンターテインメントが制作し、ワーナーブラザースピクチャーズが共同で制作、配給する、ゴジラとキングコングを主人公とした一連の怪獣映画を中心とした、アメリカ合衆国のメディアフランチャイズであり、シェアードユニバースである。第一作は、ゴジラのリブートである、ゴジラゴジラであり、キングコングのリブートである、キングコング、ドクロ島の巨神。 ゴジラキング・オブ・モンスターズ、ゴジラ VS コングと続く。このフランチャイズは全世界で合計16億ドルの興行収入を記録し、批評家からもおおむね好評を博している。ユニバーサル・スタジオのキング・コング・坂野義光による、ゴジラ対ヘドラに準ずる 3D のゴジラ作品が2000年代、下旬の公開を目的に企画されたが頓挫し、次に企画された3作品の一つに、 カメラ 3D が予定されていた。しかしこれも頓挫し、再度坂野による IMAX のゴジラ 3D 作品が企画されたが、今度は、その企画がハリウッドに採用され2014年のゴジラゴジラになり、坂野は同作のエグゼクティブプロデューサーに就任した。2014年7月のサンディエゴコミコン、インターナショナルでレジェンダリーエンターテインメントは、同社が東方からモスラ、ラドン、 キング・ギドラの権利を獲得したことを明かし、コンフリクト、イネビタブル、レッド・ゼム・ファイトと書かれたタイトルカードで締められるコンセプト映像を公開した。また、ゴジラ・ゴジラの監督ギャレス・エイドワーズは、ゴジラ2にメカ・ゴジラを登場させる構想を抱いていた。2015年9月、レジェンダリーは、キング・コング、ドクロ島の巨神を、ユニバーサル、スタジオと共同で制作しない方針を発表した。 同社は代わりにワーナーブラザースとの共同を発表し、メディアではゴジラとキングコングが映画で共演するという憶測が流れた。10月にレジェンダリーがゴジラ VS コンというタイトルのゴジラとキングコングの共演作を2020年公開に向けて企画中であることを発表した。レジェンダリーはモナークを中心にフランチャイズを作り上げ、古いものと新しいもの、異なる、 巨大超生物種族の生態系の中でゴジラとレジェンダリーのコングを結集する計画を立てている。レジェンダリーはユニバーサルとの契約を続ける一方でフランチャイズのためにワーナーブラザースと協力する。同月末にはキングコングドクロ島の巨神でゴジラゴジラに初登場した秘密機関モナークに触れられることが発表された。2016年1月 中国の大連万たちグループがレジェンダリーを35億ドルで買収したことが発表された。5月、ワーナーブラザースはゴジラ VS コンが2020年5月29日公開予定であり、ゴジラ2が当初予定されていた2018年6月から2019年3月22日に変更したことを発表した。また、レジェンダリーがアレックス・ガルシア主導の下で、 シリーズの脚本を構築するためのライターズルームを設置したことが明らかとなった。2017年1月、プロデューサーとしてシリーズを手掛けたトーマス・タルがレジェンダリー CEO を退任することが発表された。退任はダイレン・マン・タッチグループとの圧力が原因とされているが、プロデューサーとして引き続きシリーズには参加する。この際にシリーズの名称が モンスターバースであることが公表された。3月には、ライターズルームに、ゴジラの原案を担当したテリー・ロッシオのほか、パトリック・マッケーイ、J.D. ペイン、リンジー・ビアー、キャット・バスコ、ジャック・パグレン、T.S. ノーリン、J. マイケル・ストラジンスキーが参加していることが公表された。ギャレス・エドワーズシリーズ第一作。現代の日本で発生した。 原子力発電所事故から15年後の世界を舞台に、フェルム期の生態系崩壊以来地球の地下で生きながら得ていた古代生物無糖とその捕食者であり、古代地球の生態系の頂点に君臨していたゴジラの復活を描いている。本作でシリーズにおけるゴジラと古代生物、特務研究機関モナークなど物語の共通項となる存在が登場する。2004年、 ゴジラ対ヘドラの監督を務めた坂野義光が東方からアイマックスによるゴジラの短編映画制作権を取得し、右翼曲折を経てレジェンダリーが企画を引き継ぐことになった。2010年3月にレジェンダリーがゴジラの映画化の権利を取得したことを発表し、制作が公式に進められることになり、2011年1月には、 ギャレス・エドワーズが監督に起用されることが明らかとなった。映画はワーナーと共同制作で進められ、2013年に撮影が終了し、2014年に全世界で公開された。ジョーダン・ボート・ロバーツシリーズ第2作。ベトナム戦争終結直後の世界を舞台に、未知の島、ドクロ島に古代生物の調査に訪れたモナークの調査員とアメリカ陸軍兵士を通し、 成長過程にあるキングコングを描いている。本作ではキングコング以外にもスカルクローラーなどドクロ島独自の生物が多数登場し、エンドロール後にはゴジラモスララドンキングギドラが自作に登場することが示唆された。2014年7月、サンディエゴコミコンでスカルアイランドと題したキングコングの企画を発表し、ユニバーサルスタジオ配給で公開予定であることが明かされ、 9月には、ジョーダン・ボート・ロバーツが監督に起用されたことが発表された。2015年9月には、配給がユニバーサルからワーナーに変更され、シリーズの拡大を起きとした。2017年に、全世界で公開され、映画には、日本のアニメゲームを愛好する、ボート・ロバーツの思考が反映され、多くのアニメゲーム作品のオマージュが含まれている。マイケル・ドハティシリーズ第3作。 ゴジラゴジラから5年後の世界を舞台に復活した神話時代の生物たちとゴジラの戦い、それによって引き起こされる世界の破滅を阻止しようとするモナークの活躍を描いている。本作ではゴジラ以外にもモスララドンキングギドラが登場するほか、ゴジラゴジラに登場したセリザワイシロービビアン・グレアムが引き続き登場する。当初、 レジェンダリーはエドワーズに引き続き監督を務めてもらう予定だったが、彼は小規模な映画作品に取り組むために監督を降板した。2017年1月にマイケル・ドハティが監督に就任することが決定した。もともとは脚本のみ担当する予定だったが、レジェンダリーとの信頼関係が構築されているドハティが就任することになったという。撮影は親会社である。 ダイレン・マンタチグループが所有するチンタオ市のチンタオ東方影とでパシフィック・リム・アップライジングと共に撮影を行うことを発表した。主演にはストレンジャー・シングスの公演で有名となった子役ミリー・ボビー・ブラウンが抜擢され、撮影は6月19日からアトランタで開始される。2月には2005年版キング・コングでブルース・バックスター役を演じたカイル・チャンドラーとベラ・ファーミガが ブラウンが演じる子供の両親役で出演することが判明した。2018年7月21日、当時開催中だったコミコンインターナショナル2018で実施された本作のプレゼンテーションに主要俳優陣とドハテが登壇して予告編が解禁され、ベアー・マクレアリーが音楽を担当することや、原点作品の怪獣のテーマ曲もアレンジして使用することが発表されたほか、 ゴジラモスララドンキングギドラ以外にも怪獣が登場することがドハティによってほのめかされている。アダム・ウィンガードシリーズ第4作。ゴジラ・キング・オブ・モンスターズの続編でゴジラとキング・コングの対決が描かれる。プロデューサーのアレックス・ガルシアはこの映画はキング・コング対ゴジラのリメイクではありませんと述べており、監督のアダム・ウィンガードはゴジラとキング・コングの対決について 勝者を決めたいと発言するなど、キングコング対ゴジラとは異なる物語になる。2015年10月、レジェンダリーがゴジラ VS コンの制作を発表した。2017年5月、ワーナーは戦没将兵追悼記念日を避けるため、公開日を1週間早めて2020年5月22日に決定した。 同月にはサプライズザ・ゲストで高い評価を受けたウィンガードが監督に起用された。2018年11月、日本からは小栗旬が出演することが発表された。2021年1月、スカル・アイランドと題したモンスター・バース内を舞台にしたアニメスタイルのアニメーションシリーズの開発が発表された。このシリーズは 様々な戦士時代のモンスターが生息する島から脱出しようとする難破したキャラクターたちの冒険を中心に描かれる。このプロジェクトはブライアン・ダ・フィールドが脚本を担当し、ジェイコブ・ロビンソンと共に共同エグゼクティブプロデューサーを務める。本シリーズはレジェンダリーテレビジョン、トラクターパンツ・プロダクションズ、パワーハウス・アニメーション・スタジオ、 ネットフリックスアニメーションの共同制作となる。この番組はネットフリックスのストリーミングエクスクルーシブとして公開される。2017年10月にはパシフィックリムアップライジングの監督スティーブン・イエス・デ・ナイトがモンスターバースにパシフィックリムが合流する可能性について話し合いを重ねていることを明言した。しかし、同作のプロデューサーのケール・ボイターは モンスターバースへの合流について、合流の計画はないと否定している。2021年4月29日には、ゴジラ VS コングの構成績を受けて、シリーズ継続を検討中との旨が報じられた。ありがとうございます。